フレッチャー法律外交大学院はマサチューセッツ州メドフォード市に本部を置くアメリカが衆国の私立大学である。1933年に設置された。一般にはフレッチャースクールとの通称が用いられる。フレッチャースクールは1933年にハーバード大学とタフツ大学の合同プロジェクトによって米国で 初めて創設された国際関係学の専門大学院である。国際関係学の分野において世界最高のスクールの一つであり、伝統的に卒業生の連帯意識が強いことで知られ、俗にフレッチャーマフィアと呼称されている。外交官養成スクールとしてのイメージが強い一方、卒業生の国際機関、民間企業、NGO への進出も多く見られる。 現在の学長はレイチェル・カイト学長。2018年に雑誌法ンポリシーに掲載された米国大学教員によるアンケート調査結果によるとフレッチャースクールは世界の国際関係学習士課程の中で第6位に位置づけられている。フレッチャースクールは1933年にオースティン・バークレイ・フレッチャーの遺贈の一部を使用し、 世界の外交におけるリーダーを育成することを理念として設立された。現在、フレッチャースクールはタフツ大学が管理しているが、創設時の経緯からハーバード各大学院との密接な協力関係が継続されており、ハーバードビジネススクールらと単位互換されている。実際、ハーバード各大学院の学生がフレッチャースクールの授業を受講することや、 その逆も日常茶飯事となっている。フレッチャースクールは学際性のあるプログラムが特徴となっている。現在、2年生のマスター・オブ・アーツ・インド・アン・ディプロマシー、1年生のマスター・オブ・アーツ・ミッドキャリア向けのグローバル・マスター・オブ・アーツプログラム、及び博士課程で構成されている。2008年度より2年生の マスター・オブ・インターナショナル・ビジネス及び一年生のマスター・オブ・ローズのプログラムを新たに創設した。大半の学生が参加するモルドプログラムでは、卒業までに以下の16の分野から2つをカバーすることが求められる。それぞれの分野は指定の参与コースを履修することで認定を得られる。フレッチャースクールは様々な研究プログラム、研究センターの拠点になっており、 安全保障、外交、紛争解決などの分野での世界トップクラスの研究が行われている。フレッチャースクールは、計10校と複数学位プログラムで提携している。複数学位プログラムを終了するためには、生徒は双方のプログラムに対して、別個に応募し、合格する必要がある。合格した生徒は、双方のプログラムを半分ずつ終了することで、 双方の学校から修士号を受領できる。複数学位プログラムで傾向は以下の通り。学生数は約450名。平均年齢は27歳。全体に占める留学生の比率は約40%。日本人学生は全体で20数名程度。 テニュア数 31http コロンスラッシュスラッシュジャパニーズ .donga.com スラッシュ srv スラッシュサービス .php3 バイドイコール2兆90億9306万 7978The Best International Relations Schools in the World コーリンポリシー2019年12月8日閲覧ありがとうございます